夢ラジオ第1743回、今日は令和元年5月14日火曜日です。時刻は午前10時、横浜港北、雨の朝。マンション前の森を雨が濡らしていますね。鮮やかな緑です。この雨でまた夏が近くなるというか、緑が映えるというか、生き物が活発になっていくでしょう。恵みの雨ですね。火曜日の朝、リスナーの皆さんももう活動してらっしゃることでしょう。今日は日経平均が前場で大きく下がり、2万1000円も切ってきましたね。だんだん買い場が近づいてきました。読み通りです。このまま2万円を切ってきたら買いを入れていきましょう。まだ2万1000切ったぐらいではまだ動かない。ですから、この4月に買いなんか入れていたら、やっぱちょっと損がぐーっと広がっていきますね。マーケットの話はまた、マーケット最前線で。さて、1743回目、今回は共同幻想論取り上げましょう。共同幻想論、今から50年ほど前の書、1968年、吉本立命ですよ。懐かしい名前ですね、吉本立命さん。あの頃、つまり前教頭の世代、今もおじいさんになってますね。1970年代のあの頃の方々にとっては、もうこの共同幻想論っていうのはバイブルみたいに読まれました。例えばソ連を見て、あの頃ね、あるいは中国を見て、まともな目があったら、ね、まともな判断力があったら、まあ社会主義なんかダメだと、マルクス主義なんかダメだと。けれど、そうも言い切れない。そう言いたくない。まだマルクス主義にしがみつきたい。そう思ってる若者に、国家は幻想である。そうズバッと言い切った吉本、なんとなく救われたような気になったんですよ。社会主義の国家も結局ものすごく人々を抑圧してくる国家である。それがもうだんだん分かってたわけですね、60年代なんだと。けれど、資本主義であれ、社会主義であれ、国家は幻想である。となった時、ストンと、あ、そうかと、国家は幻想かと。ということは、資本主義であれ、社会主義であれ、何であれ、どんな国家でも我々を抑圧してくるんだ。しかもそれは幻想なんだ。国家なんか打ち払ってしまえ。社会主義革命というのではなく、けれど国家なんか打ち払ってしまえ、幾分無政府主義の。吉本立命が無政府主義と呼ばれることはありませんが、
言ってることは無政府主義に近い。私はそう思いますよ。どうでしょう、リスナーの皆さん。吉本龍明、無政府主義に近い。国家を幻想だと言った時点でね。ですから、1970年代の全共闘運動って、あれ社会主義とはもう呼べないでしょう、今思えば。社会主義じゃなくて内ギバだった。そうそう、内ギバ、もしくはテロリズムだった。どうですか、演算だったでしょう。中核派、革丸派、あといろいろいましたね。写生堂とか、なんか、しかもヘルメットの色で区別してたという、なんかもう今思うとちょっと笑っちゃうという。あと、もうさすがに今ありませんけど、80年代までは大学入ったらすんごい下馬評で、米帝打倒とかね、日帝打倒とかね、書いてたでしょ。京都大学とかさ、正門入ったとこにドーンと、下馬評ですよ。ねえ。で、京都大学の、そういう、学内の、そういう、全教頭の方々が差別を許すなとかって言って、ねえ、立て看かけたら、誰かが差別を許すぞとかって、名のところを像に変えてて、見てるみんなが大笑いみたいな、なんかそんなことまでありましたね。はい、しょうもない運動でした、全共闘は。だから、三島由紀夫と全共闘の対話ってあるでしょ。三島由紀夫と東大全共闘の対話って言うけど、あれも茶番で、三島由紀夫からしたら半分からかってましたね、今思えば。で、学生の方も三島にね、からかわれてることはだんだん分かってきて、三島さん小説の中で、なんで早死にする主人公ばっかり描くのに自分長生きしてるんですか？とかって変な質問をして、それに対して三島由紀夫が「その機会がなかったからだな」とかって会場大笑いみたいな。まあ、そのしょうもなかった内ギバであり、テロリズムであった、もう思い出したくもない、70年代のね、全共闘、あの頃読まれたのがこの吉本の共同幻想論だったり、あと平松亘のなんとかかんとかだったんですよ。だからもう完全に時代遅れです。完全に時代遅れであり、まあでも、まあ振り返ってみましょうかということですね。自己に対する幻想、自己幻想。ちょっと聞く耳があったら、自己に対する幻想と言われた段階で、ああ、フロイト指してんだなと思いません？フロイト踏まえてんだなって。そうですよ、この吉本の共闘幻想論はマルクスとフロイトをくっつけたような本ですよ。自己に対する幻想で、あと他者ですね、個人に対する幻想、対幻想、対幻想って呼ぶのかな、これ。対幻想、どう読むのか分かんない。体現相と読んでおきましょう。で、もう一丁、共同幻想。この3つのレベルに分かれてますね、吉本の言う幻想は。で、この体現相っていうのが割とユニークで、他者に対する幻想、そしてフロイトを踏まえるなら、で、その他者は異性かなとなりそうでしょ。で、その他者に対して、こう、リビドーが向かうみたいな。じゃなくてね、その他者が異性であった場合には、
まあ、結婚して終わりってことじゃないですか。結婚して終わりと広がっていかない、そこで終わりと、核家族みたいな。ところがその大幻想の対象っていうのは兄であったら妹、姉であったら弟、逆でもいいんですよ。妹であったら兄、弟であったら姉。そしてこの兄妹姉弟の関係は、結婚しないがゆえにね、結婚しないがゆえにずっと広がっていけるんですよ。つまり君だって僕の妹、君だって僕の妹、あるいはあなただって私の弟、あなただって私の弟という感じで、君だって僕の妻、君だって僕の妻、これはダメでしょ。あなただって私の夫、あなただって私の夫、これちょっと無理なんですが、妹だか弟だかというものならば、もともと兄妹姉弟の場合結婚がないので、そして触れ合わないので、ずっと広がっていける。つまりそこから何て言うか、共同幻想へと広がっていくんだ。分かりやすく言えばそういうことですね、吉本理論によると。やっぱフロイトなんですよ。つまり兄弟ではないんですよ、義兄弟じゃないんですよ。じゃなくて兄妹、そして姉弟、この対幻想でぐーっと広がっていって、結婚しえないがゆえに、触れ合わないがゆえに、ずっと広がっていけるから、その異性との関係が。そこから国家幻想も出てくるという、そういう理論、国家幻想あるいは共同幻想ですね。古事記とか遠野物語とかそういうものが分析対象として挙げられ、あんまり面白くはありません。しかもやっぱどうしてもマルクス主義の影響はあるはあって、やっぱりそのなんていうのかな、私有財産とかそういう言葉も出てくるんですよ。いかにもマルクス主義的な私有財産と共有財産との対立みたいな。今振り返ればこの共同幻想論、つまり自分に対しても幻想である、対幻想、相手に対しても幻想である、共同体、国家に対してもそれは幻想である。ちょうど60年代に流行った構造主義の日本版、あるいは構造主義と社会学の折衷。だからこの吉本の共同幻想論ってよくアルチセールの、著作と比較されたりしますね。アルチセールこそ構造主義とマルクス主義をくっつけようとした人でしょ。で、この構造主義については何度もお話しておりますが、実体は空っぽ、こうでしたね。実体は空っぽですから、幻想というその概念も出てきやすいわけです。ですからまあこの時代遅れなんて言っちゃったけど、この吉本のこの本読むんだったら、それよりはソシュールかレヴィ・ストロース読んだ方が、ね、ソシュールかレヴィ・ストロース、あれヤコブソンでもいいですね、その真ん中のヤコブソンあたり読んだ方がよほど、そのこの世の文化なり国家なり象徴ですよね。この世の象徴というのは
実態は空っぽなんだということがよりよくわかる。そしてこの吉本の共同幻想論の独特さというのは、その分析対象を「古事記」あるいは「遠野物語」に求めている、そして日本社会を分析しているという点にあるのですが、それを言うんだったらね、それを言うんだったら天皇制への言及もするべきでしょう。できませんでしたね、吉本も。この天皇制を幻想と呼んで分析するということはできなかった、吉本もね。で、この文の中には、例えばあの世とこの世の関係とか、そのあの世とこの世を結びつける巫女さんとかね、なんとかかんとかいろいろ出てくるんですよ。けれど、いや、それ言うんだったら天皇制ちゃんと分析しなさいよと。それはできなかった。吉本龍明の共同幻想論、50年ほど前には若者たちが競って読んでいたこの書ですが、吉本も広松も、そのもう一つ前の丸山正夫とかも、もう今あんまり考えなくていい者たちかなと。で、そう思うならば、いちいち図書館に行って書庫からこんな本引っ張り出してもらうのも手間なので、この夢ラジオでご紹介をし、こんな感じの本だよと。それで吉本龍明については大体分かったということにしていいんじゃないでしょうか。あと、この吉本龍明についてはね、言語にとって美とは何かっていうね、言語にとって美とは何かっていう、またごっつい分厚い本もあるんですよ。で、私も言語学をね、専攻し、そして美学も専攻してますから、なんとなく吉本龍明のこの本手に取るじゃないですか。読めない。吉本龍明の言語にとっての美とは何か読めない。言語学プロパーの訓練を受けた、あるいは美学プロパーの訓練を受けた、ものからしたら、っていう、そういう論立てなんですね。だから読めない。ただ私にとって読めないというだけで、ひょっとしたら価値があるのかもしれないので、その言語にとっての美とは何かっていうあの書がいいか悪いかの判断はちょっともう保留させてもらいます。ただ読めないので、もう読んでない以上評価できないでしょ。そしてとりあえず言語学や美学の大体学問の、なんて言うんでしょうか、方法論みたいなものもあるはあるんですけど、そこから見た場合ちょっと全然ずれてるというか、離れてる、そういう視点で書かれた、しかもぶっとい本なので、私の限界かもしれずね。私だってその既成の学問の方法論に縛られてるだけで、もっと自然な、そういうのにとらわれない目で見たら、吉本の言語論もそれなりに意味のあるものなのかもしれませんが、ちょっと私には評価ができません。取り上げることもできない。夢ラジオ1743回目、今回は吉本龍明共同幻想論取り上げました。雨は止みませんね。